コーチ、もう体が動きません。第5位は練習中にエネルギー不足になるですね。これね、結構本当にご飯食べるの苦手っていう人、これなるイメージあるね。はい。僕ご飯食べるの好きやけど、好きでもこれたまなります。はい。やっぱ泳ぐってエネルギー使うんでね。2時間、3時間水中練習する場合、エネルギー不足には注意したいところです。はい。まあ食事をね、泳ぐ前、練習始まる前とかに、あんまり意識的に取らない選手いるんですけども、そういう選手は結構ね、練習中にエネルギー不足を起こしますね。僕は泳ぐ前、基本的には、おにぎり1個とか、まあ最低でも取るようにしてるんですけども、それを取らずに、例えば朝ごはんとかも食べずに練習とか来ちゃうと、練習の途中でなんか手足が痺れてきて、あれ、全然泳げない、体動かへんって時が起こるんですよね。これは大体ね、食事不足による血糖値が下がったことが原因ですね。はい。血糖値がね、ぐーっと下がっちゃうと、本当にね、体が全然動きません。ってことが起きますので、まあ、51発とか泳ぐ場合は、まあなんとかなりますけども、練習ってまあ2時間ぐらいずっと泳ぎ続けるんで、そういった場合は食事をしっかりとる必要があります。とかまあ練習中にもね、水ではなくて、まあエネルギーがあるスポーツ飲料を飲むことによって血糖値が下がるのを防ぐ必要がありますので、まあこの辺は皆さん意識的にしてほしいですね。さっき食べたご飯が出てきそう。第4位は練習中に吐きそうですね。はい。まあ、これはね、さっきと逆で練習前に食べることによって起きます。はい。まあ食事が苦手な選手っていうのは基本的に胃が弱かったり消化する能力が弱いパターンが多いんですけども、そういった選手の場合は練習中に食べたものが消化しきれずにぐんぐん上がってきて吐きそうになっちゃうっていうパターンがありますね。これはかわいそうだね。うん。僕はね、練習中に吐きそうってなったことはあんまないんだけど、まあ、食事が苦手で、まあ、泳ぐ前にいっぱい食べちゃったっていう人はこれが起こるらしいです。はい。まあ、これ意識すべきことは、そうだね。まあ、がっつり、ガンって食べるんじゃなくて、本当におにぎり1個とか、あとは消化にいいものを食べてください。例えば、もう練習前、食事が苦手だけど、まあ、エネルギーは取っときたいっていう場合は、ゼリー飲料とかは、あの辺は本当に消化いいんで、はい。あれ飲んで多分逆流してくるってことないと思いますんで、ああいったものを練習前とかに取ってあげることでエネルギーが取れますので、ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。コーチ、俺結構食べましたよ。だってご飯2杯食べましたよ。第3位は自分では食べてるつもりですね。はい。まあ水泳ってね、ほんと水泳選手ってめちゃくちゃ食べる必要があるんですけども、まあ普通に全然食べれないんですよって言ってる人でも多分一般の人よりも食べます。はい。なのでまあ普通の周りと比べてみると結構食べてるんですけど、それでも基本的に泳ぐ場合は足りません。例えば2部練習する場合とかでは、まあ1日3食普通の人よりちょっと食べるなぐらいでは足りませんので、はい、普通に周りから見ても絶対いっぱい食べてるのになーって思う選手いると思いますけども、まあ正直水泳的な観点から見ると食べてないですよねって感じですね。はい。まああのマイケル・フェルプスは1日1万キロカロリー取ってたという、はい、データもありますので、まあそれより体重が少ない選手でも、まあどうだろうな、何キロカロリーぐらい取ってたかな現役の時は。まあ最低でも4000以上は毎日取ってましたね。多分2部練がある場合は特に4000から5000キロカロリーぐらいは僕取ってた自信がありますので、まあそれぐらいは多分取る必要はあると思われますね。あー練習きつかった。今からご飯か、食べられへんな。第2位は練習直後に飯食えないですね。はい。これ本当にそうですね。はい。特に結構ハード系の練習、体乳酸系の練習かな、ああいった練習直後はもう胃がね拒否反応を起こします。はい。全然食べれません。はい。いっぱい食べようって思うんですけど、まあ、体が受け付けないっていうパターンがありますね。はい。まあ、僕みたいな長距離選手とか、長距離選手で、まあ、体乳酸じゃなくて、まあ、結構じんわり泳ぎ続けるみたいな練習の時は結構練習直後でもいっぱい食べれますっていう感じですが、
もう短い距離をマックスで全力全開で追い込むっていう練習の時は、僕もやっぱり練習後はなんか食べられへんなっていうイメージがありますね、やっぱ体にかかる負担が結構大きいので胃もね、かなり拒否反応を起こします。だけどやっぱ強い選手はそういった時でも食べてるんでね、これは食べる能力やっぱ必要ですね、食べるのが苦手っていう選手は結構強くなる上では損してる気がしますね。あ、もう食べられへん、練習きつかった。アイスは食べます。番外編は甘いものなら食べれるですね、これそうですよね。なんかね、泳ぎ終わった後ね、甘いもの結構食べれるんですよね、僕もね、最近練習直後にプロテインを飲むんですけども、結構体きついなっていう時でも甘めのプロテインならグググッと一気にいけちゃいますね、多分水分が抜けてるのもあるんですけども、グググッといけちゃいますね、そういう時に逆にカロリー高い系とんかつ定食とか、ああいうのはちょっときついんですよね。ガツガツいくのはちょっときついんですよね、練習直後はね、甘いものとか、なんかシュークリームみたいな、ああいうのが一番食べやすいですね。今から飯か。正直練習より飯の方がきつい。第1位は練習よりも食べる方がきついですね。これよく言いますよね。食べるのが苦手っていう選手はこれよく言います。練習泳ぐのもきついけど食べる方がきついということを言う選手がいます。これはね、主に合宿とかコーチとかがね見てるとき、そういう時に食事を取る場面があるんですが、そういう時にコーチが食べろって言ってくるからきついってなるんですね、気持ちはわかりますが、僕は食べるのが大好きだったので、基本的に練習直後でも何ぼでも食べれたし、練習直後でもコーチに食べろって言われなかったですね、食べてたんでめちゃくちゃ、逆に全く食べれない選手とかがすごい言われてましたよね、食べろもっと食べろみたいな風に。これは結構きついんですけど、やっぱりね食べる必要あるんで、カロリー取る必要あるんで、頑張ってください。今回以上でございました。食べるのが苦手っていう水泳選手多いんですが、やっぱ水泳って他のスポーツよりもカロリー消費するスポーツなので、体もね大きくする必要がありますし、体脂肪率も下げすぎるとダメなんで、食事苦手っていう選手は本当に頑張ってください。コツとしては食事の回数を増やしてあげると結構いいですね、普通の量の食事、1回の量の食事を普通の量しか食べれない人はその量でいいんで、そのまま回数を5回とか6回に増やすと、カロリーは平均して、平均したら普通ですけど、合計するといっぱい取ってるんで、おすすめです。では今回します。